来たぞ。何か手伝えることはないか？すみません、また手伝ってもらいたいことがあります。今回は天領奉行直々、教会はこの任務は経験豊富な冒険者にしか任せられないと。それほどでもないぞ。それについて説明しますと、天領奉行はここ最近新滝イットという名の鬼族？はい、その人物はとても派手で騒々しいため町では割と有名です。とはいえそれが最近になって強盗や人さらいのようなことをする、さらに悪事を働いただけでなく、とにかくオイラたちに悪者を安心しな、こいつ。はい、しかしやはり万全な準備をした方がいいと思います。その人物は神の目の持ち主で、配下に悪かったよ、もう大口叩かないからオイラを。新滝イットという人物についてなぜ町にいる皆さんの方が詳しいと思うので、そこなら有益な、ご協力ありがとうございます。じゃあ早速新滝イットの情報とそいつがどこに行ったのかを。新滝イットについてかい？彼のしたことは耳に入ってるよ。その情報を聞いた時は少し意外だった。それは、いや、なんていうか彼の性格はよく言えばとても明るい、悪く言えば新滝イットに対して僕は別に悪い印象を持ってはいない。でももし彼が怒りのまま衝動に駆られたら、それがはっきりとわからなくてね僕は助けが必要な人がいれば助ける。あ、収入がなくて生活が苦しくなったから。変わった人なんだな。ごめん、他の情報は僕も他の人からも話を聞いてみた。おう、行こう。はっ、行こう。新滝イット？え、そんな。そういうことではなく、彼には悪事の才能がないのです。彼に関する話を聞けば理解すると思います。彼は以前よく巷の子供たちと、子供たちは至って単純で分かりやすいもの、しかし単なる遊びでも新滝イットは大負けすることがあるのです。わざと？それは違うと思います。この前彼が小さな子供に勝った後、飛び跳ねながら、やっと、そしてその子から飴玉を勝ち取ると、うえ、最低。私もさすがに少しやりすぎだと思い泣きそうだった。だ、新滝イットはすぐに、そして素直に謝ったのです。新滝イットは素直に負けを認め、決して手を抜かないため、このようなよく子供に負ける人がどうやって悪事を働くのか、私には。聞いた感じ、芯があって悪くないやつみたいな。はい、私もそう思っていましたが、無論彼を擁護するつもりはありません。本当に過ちを犯したのであれば。うん、ありがとな。オイラたちももう少し情報を。新滝イット？ああ、も、奴は稲妻城を離れたようです。それ以上手がかりがなく。ああ、オイラたちもキャサリンから聞いたんだ。その略奪とか強盗は全部証拠があるんだよな？もちろんです。証拠がなければこれほどの人手を動かすことはありません。強盗犯は通常自分の身元を隠そうとしま、最初は我々も彼が怪しいと思うだけだったのですが、調査の時に本人が自ら犯行。一番腹立たしいのは、もちろん彼はこれまでまず苦労して貧乏、心理的動機は当時新滝その件について。聞いた感じ感情の振れ幅が激しい人。はい、もし君たちが。分かった。結局イットの行方は分からなかったな。やっぱり専門家に情報を聞いてみた方がいいと思うぞ。
確か稲妻には探偵所があったよな。そこに行ってみようぜ。風の流れる方へ。はっ。こんにちは。新滝一斗について聞きたいことがあるんだ。また彼のこと？ええ、もちろん君たちのことなら知っているわ。39万7000もらよ。一括払いでお願い。高すぎないか？それ話は最後まで聞いてちょうだい。相談料はすでにて、しかもその分け前も。さて、本題に戻りましょう。昔々あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。赤鬼は鬼の姿で人のように優しく、青鬼は人の姿で鬼のように一人ぼっち。赤鬼は人と友達になりたいと思っていました。しかし人々は鬼を恐れ、豆をまき近寄るのを嫌がりました。そこで青鬼はある策を赤鬼に話します。僕が村を荒らして、赤が僕をやっつけるんだ。そうすればみんな赤を受け入れてくれる。そうして青鬼を退治した赤鬼は、その優しさと勇気から皆に受け入れられるようになりました。赤鬼がこの知らせを青鬼に伝えようとすると、青鬼は手紙を残して姿を消していました。僕は旅に出る。僕を探さないで。じゃないと君まで悪い子だと思われちゃう。大丈夫。離れ離れになっても僕たちは友達だ。青鬼はその後どうなったんだ？青鬼はそれから姿を消し、誰も見ていない。もちろん関係なければ話さないわ。一説によると、この昔話は本当の歴史を脚色したもので、つまり鬼族は大きな犠牲を経てようやく人類の輪に馴染むことができた。その不安定さは血筋によって受け継がれている。確か。でもそうなったら青鬼の思いを裏切ることになっちゃう。もう随分と昔の話よ。青鬼は長いこと姿を見せていないから、特にいなくなっ、しかも当の本人が認めているのだから。私の調査によると、彼は南西方向に向かったわ。おそらくもう八潮里島に着いている頃ね。三五宮郡の管轄地域なら天領奉行も捕まえに行けない。だから、あら、構わないわ。ちょっと待った。もう一つ質問があるんだ。もしそうなるかもね。彼の過去の戦いっぷりから考えるに。じゃあ鬼に豆。あら、そういえば新滝一斗は豆アレルギー。鬼族は多少なりとも豆を怖がるの。彼は特にアレルギー反応を起こして弱らせることができれば、簡単に捕まえることができるんじゃないかしら。そうだな。弱点。たまたまお粥に使おうと思っていた豆の代金はサービス価格。またモラの話か。じゃあ早速人を。サンゴの情報によると、イットはすぐ近くにいるはずだ。神の目を持ってるってキャサリンが言ってたよな。元素資格で追跡してみようぜ。足跡があるぞ。助
ってみよう。拠点みたいだけど特に何もないな。もっと先に進んでみよう。ここに足跡がある。すぐこの先にいるみたいだ。ちょっと待った、あそこにいるのが、あいつまだこっちに気づいてないみたい。戦闘を回避できたら面倒。問題ね、ただのアレルギーだからな。この程度の痛み、俺様なら簡単に耐えられ。ダメだ、息ができねえ。用事なら後回しにしてくれ。一休みさせてもらうぜ。はあ、やっと生き返った。お前ら卑怯だぞ。この俺様に不意打ちするとは。俺様を捕まえに来た連中か。こんな遠くまで来たってのに。まあいい、とにかく俺様はそう簡単には捕まらねえぞ。俺様は相当強えからよ。すごい上から目線だな。おいらだって。おお、そうだ、全部俺様一人がやった。俺ら荒竹屋は食料が足りねえんだ。親分として食い物や酒を奪うぐらい当然だろ。なら、なんで人をさらった。人さらいの方が金が早く手に入るだろ。もらっつうのは OK。 余った金は、そうだ、子分たちに分けてやった。なんだと、そうごちゃごちゃ聞いてどうする。言ったぞ。そうはいかないぞ。こっちはお前を捕まえるっていう。はあ、俺様の目を見ながらもう一度言ってみろ。おいら、いや、こいつがお前を捕まえるんだ。簡単には諦めねえようだな。ならば、イット兄ちゃん、慌てるんでない、転ばんようにな。どうして全然帰ってこなかったの？おお、そうだったな。ほら、頑張って探したんだが。あれ？あの人たちは誰？ああ、そうだ。ついてくるなっつったのに、俺様の。これがその、そうだな、人望ってやつ。そうだ、俺様の人望だ。俺らたち別に。黙っててくれ。子供には関係のないことだ。イット兄ちゃん、なんだか顔色悪いし。さっき虫を探すのに夢中で頭を木にぶつけちまったんだ。よかった。じゃあバーバと先に戻っ。お、待ってるよ。今日は必ず勝つからな。あの人たち、あの年寄りは鬼バーバ。昔この俺様を引き取ってくれた人だ。子供、俺様と一緒に逃げてきた者の中にはあいつらの他に荒竹屋の兄弟たちがいる。だけどそいつらのことを思ってる。うん、そうだ、約束しよう。大輔との虫相撲がこの俺様をぶっ倒すことができたら、おとなしくいなず。その時は大輔に友達と少し出かけるとでも。どうする、あの子の気持ちを考えて話し。肝の座ったやつだ。俺様についてこい。安心しろ。行こう。
きたかったんだけど。お前ら旅をしてるなら外でよくオニカブトムシを見かけるだろう。あれはただそういうあいつらでもあら、つまり虫相撲つうのは自分のオニカブトムシをガキがやるような遊びに見えるが、俺様が戦わせた虫は千匹には届かなくても優に体格だけじゃなくオニカブトムシの心も重要だ。戦いたくないと怯えてるでも安心しな、俺様みたいな立つ別にオイラたち、おっとでも関係ねえ。大げさに言ってるだけに思うかもしれねえが、大輔の持ってるオニカブトムシはかなり強い。オイラたちを完全にも、そうだ、あそこの丘に行こうぜ。きっととんでもない鬼かぶ、雷が落ちたぞ。やべ、鬼かぶと虫たちが驚いて逃げ、さあやっぱり見当たらねえ。あそこの紫の塊を見ろ、鬼カブトムシが集まってるぞ。なんだスミレウリかよ、この俺様が見間違えるとは。しょうがねえ、他を探すぞ。ほら見つけたぜな、俺様についてくれば。まあ確かに小さいが、虫相撲の勝敗は説明すっとだな。小さいのは力がない元気なんてもんは戦場に立ってみないと。我が小さくはあるが、それこそがこいつの、戦ったことのない虫は実戦になると問題ない。この俺様を信じろ、俺様の経験からこの鬼カブトムシは戻ってきたぞ。どうせイットに付き合うことになるんだし、暇だから飛び降りた時に反対側に行ってこいつを見つけてきたぞ。どうだ、大きくてたくましいし、でもお前らが見つけたやつはきっと大きい。なんてこった、まさかお前、鬼カブトムシを捕まえるのは。お前はとんでもない才能の持ち主だ。上出来だ、この一匹を加えれば俺たちは世の結果っつうもんは。そんなにすごいのか。じゃあおいら、ちょっと待った、二匹とも勝てるかもしれねえだろう。そろそろ虫相撲の時間だ、血がたぎってきたぜ、早く行こう。